顔が潰れるっていう言でもあの裏の顔ってのはどうですかね今回のテーマは裏でいきましょうかあのルノアールっていう喫茶店ネットワークビジネスの人ばっかりがいるっていうふうに聞いてネットワークビジネスの人とかは使用お断りみたいなのね貼られてたみたいですよねだからその場所を使わせてもらうことにいささか無頓着だったのかなと私は思うんですよだってネットワークビジネスの人の印象が お店の人にとって悪いからそうなるわけですよね。ネットワークビジネスの人ってすごいいい人だよねってなったら、そうはならないわけですよ。だから本当にね、印象悪くするようなセールスをしてたんでしょうし、印象悪くするようなサポートだったんでしょうね、きっとね。もしかしたら、ルノワールのスタッフさんとかが、なんかね、やられたのかもしれないですね、ネットワークビジネスね。まあそういうふうに結局、一括りにされるんで、 だから気をつけないといけないと一括りにするんじゃねえあいつとは違うんだっていうふうにね言う人もいるかもしれないけどもいやでも一括りにされるんで自分が同じジャンルを代表してると思ったらですよね。YouTube をしてる人ってどこでもかしこでもカメラ撮って本当に節操ないなって思われたら他のちゃんとやってる YouTuber さんに迷惑だから印象悪くするからだからさすがにここはないよねと思ったら控えていくとかね許可を取るとか。 丁寧にやっていく配慮は必要なのかなと思いますよね、うん。こんなとこで撮ってんじゃねえよって思わせるような撮り方はやっぱりダメなのかなと思っちゃったりね。で、まあ、裏の顔ってやつなんですけども、裏ですよね、今回ね。あの、物事には、私は必ず裏があると思うんですよ。あの、裏がない卵みたいなね、全部表ですみたいなのは、逆に言うと人からすごく不信感を抱かせる。何かを隠してるんじゃないかなって思われるんですよ。 まですんで、人付き合いする中で、自分の裏側のね、隠してるところをちょろっと見せるのが <laughs>、相手の警戒心を解き、うん、人間関係をね、ちょっとこう、詰める、身近にする、一つのテクニックだというふうにね、聞きましたね。自分の弱みをあえて見せるみたいなね、そんなことですかね。で、そのネットワークビジネスの話で、ちょっと思い出したのは、ネットワークビジネスじゃないんですけども、あの、私がね、ちょっとね、YouTube の、 セミナーとかがあったんで2014年か2015年ぐらいに、まあ、行ってみたんですよ。あのどんなな講義をしてるのかなって興味があってでまあ行ってみたら、まあ、参加者5人ぐらい,いたんですけども、まあ、講義の内容がねやっぱりこう、うん、言ってみればしょぼかったです、うん。しょぼいんだけどもでもやってる方としては一生懸命なんでケチをつけたわけじゃないんですよ。 ただ、やり方としては、そのセミナーのやり方みたいな教材を買ったんでしょうね。で、自分で YouTube を一本も作ってないのに、そこでマニュアル通りに喋ってるわけですよ。で、質問コーナーになったんで、私質問したんですよね。すいませんって感じで。はい、久保さんみたいなでね。うん。で、まあ、私のもう顔は割れていたんですけども、なんかね、ちょっとこう苦笑いで私を当ててくれたんですよね。で、会場の人たちも、 そ、まあ、そこそこ私に注目してくれたんですけどもあの今日の講義の内容で作った YouTube チャンネルを見せてもらいたいんですけどっていうふうに質問したんですよ当然ですよねそこに YouTube の講師がいるわけですからいやあなたの YouTube のアカウントちょっと見してください一番自分がこれを当てたぞっていうね再生数の取れている動画はどれですかって聞いたらいやこれはねちょっと自分のアカウントのことなんでお示しできないんですよみたいな言われてましたね でそこでもう一回質問すればよかったんですけどもさすがに意地悪だなと思ったんでそこでやめたんですよねというのが YouTube って見られれば見られるほど有利なのになんでこの場に来てね自分の URL 紹介しないのかなと再生数上がるチャンスじゃないかと思ったんだけどもなぜか隠すわけですよまあ要するにその人は YouTube の講師としてそこにはいるけれども YouTube のプレイヤーとしてはねそこにいなかったっていうねそういう顔を持ってたんですよね で、逆に私は「私は YouTube をこういう風に活動してるんですけど」っていう風にお話するんですよね。まあでも私が YouTube してることはその講師の方もね「そっか塾の久保」っていうのは知ってますしねその他の参加者の方もそこそこ私のこと知ったみたいなんであのどう見てもねこれは今日の YouTube の講義よりも「そっか塾の久保さんに分があるな」って感じでなんかその後ねもう完全にグダグダになっちゃったんですよね。で結局その時の講義が終わった後。 <laughs> 他の参加者5人の方っていうのはね私の事務所にそのまま来たみたいな感じでございましたでその後なんですけどもその YouTube の講師をされてる方とその講師のアシスタントの方2人、あのー、別のセミナーで <laughs> 実はお会いしたんですよねその別のセミナーっていうのは私の弟子が開催する、あのー、ブログアフィリエイトのセミナーだったんですけどそこにいたんですよで私たまたま講師のなんかこう ゲストで呼ばれてたんでね喋ってたんですけどもその時は会場20名ぐらいいたんですよねであれ YouTube の人じゃないですかみたいな感じで私も話しかけてどうもうみたいなね YouTube どうしたんですか儲かってないんですかとか、まあ、その時は聞いたんですよそしたらまあいろいろ勉強なんでとか言ってましたよねだから結局あの2つのことが言えて儲かってないけどもその YouTube の講師をすることで稼ごうとしていたちょっとね 実績もなないいいのに、っていうところですね。これはまがいものだなと思いました。もう一つは逆に言うとね実績がなくても人に物を教えるのは別に悪いことじゃないっていうもう一つの考え方なんですよ。何もね学校の先生は物理の法則を自分で編み出したわけじゃないし、えー、と社会歴史をね自分で編纂したわけでも何でもないんですよ。ただテキストを読んで講師という先生という立場から生徒に物を教えてるだけのあの まあ代行役なんですよね別にそれでも全然いいわけですよ。うん、でも教えてる人の実績があった方が有利だけども教えてる人の実績がなくたって教えてることが正確だったらちゃんとしたもんだったらいいかなというところなんですよね。うん、であたかも自分があの実績を上げてますみたいな言い方をするからまあ裏を取られちゃうとかね、うん、なんかエビデンスを求められちゃって痛いんですけども、うん、でもそもそもね あの吉田さんも言われてましたけども仮に自分が稼げてなくても自分が人を稼げ稼がせられるんだったら何の問題もないわけですよねだから野球の監督が選手として全くやったことがなくても指導力があるんだったらで選手を結果に導き出せるんだったら全然裏の顔はどんな顔でもいいわけですよ。ですよね。だからよくね 裏,裏の顔はこんな悪い人だよって言って表まで否定する人がいますけどもどちらかというとその皆さんに人にお見せする顔はなるべくきれいにしたいわけですよで裏は多少そういう汚れますよね、うん、それでもいいんじゃないですか裏の顔っていうのは基本的に人に見せないために裏にね裏口に全部荷物を詰め込んじゃうんで人をお迎えする玄関はきれいにしてるわけじゃないですかでもやっぱり、まあ、ゴミとかね使わなくなったものとかガラクタみたいなのは玄関に置かないですよね だから裏っていうのはそこそこ乱れていていいのかなと思います。裏ね。だから人の顔の、まあ、裏の顔っていうんですか裏の顔もそれはね意外な一面があったっていいじゃないですか。だから裏にまでねゴミもガラクタもないとなるとこれはこれで薄っぺらい人生っていうことで人は評価を受けにくいと思うんですよ。まあ、ですんであの自分のね人に見せてない裏の顔があることを全然恥じることはないしそこはね自分だけの世界なんですよ。 で、私マージャンをした時にいつも思ってたんですけどもマージャンってこうね捨て牌があるわけですよ捨て牌は人にお見せするためにきれいに並べないといけないかなと思いますけどもあの手配の中っていうのは人に見せるもんじゃないんですよ上がった時しかね人に見せないんですよね上がった時ってすなわちもう死ぬ時だと思ってるんですよはいローンって上がったはいこの曲終わりみたいなね展望のやり取りして一件落着みたいなそういう時は見せないといけないかなと思うんですよねあの要するに、 火葬場でで棺に入って焼かれる時ですよそういう時はあの生前はこの人はこういう裏がありましたみたいなのね暴露されてもしょうがないんですけども生きてる時は裏はもう見せるもんじゃないし覗きに行くもんじゃないなと思うんですねただこの人にも自分に見せてない姿があるのは当たり前だよねっていうことはきちんとねわきまえておくべきかなとたまにその裏がチラチラ見えたからといって表の綺麗なね人格まで否定することはないかな そう,ですよね、うん裏でございました。いいってらっしゃい